うん。嘘でしょ？やだ、もう信じられない！アクエル！アクエルフォリー！あたしのクレイジーな刑事さん、ちょっとこんなとこで何してんのよ！あ、サージ。セルジュよ。セルジュ。セルジュ。セルジュ。ヘアスタイル変えたのね。ショートも素敵よ。さあ、どうも。回って。そのすまないけど。回って。信じられない。もうパーフェクトよ。それに黒のハッシュパピーがとってもレトロな感じで、私大好き。全体がうまくまとまってすんごくおしゃれよ。ビリーを覚えてるだろ？ビリー？ビリーよく覚えてるわ。私のこと覚えてる？もちろん。あなたがギャラリーに来た時、エスプレッソを入れてあげたんだから。あれがエスプレッソを飲んだ最後。あれ以来飲んでないの。なぜだかわかる？歯が黒くなっちゃうんだから。私のは見せられないけど、あなたの歯見せて。とっても綺麗。あなたのも見せて。歯茎も綺麗なピンク色。大腸の洗浄は？なんだって？大腸洗うの。大腸まさかそんな。やだ、あれ最高なんだから。大腸を洗ってんの。どうやら教えてあげる。太いチューブをね、ホースみたいなのをあそこから突っ込む。ああ、それなら真面目に聞いてちょうだい。すると出てくるのよ。ドバーって答えの頃から溜まってたものが。そういえばあのギャラリーはどうしたの？あのアートギャラリーなら完璧に破産して流れたわ。トイレットに。なぜって。あそこのオーナーがアホでバカで頑固だったから。あなた撃ち殺しちゃったの覚えてる？もう。ああ、そうだった、思い出したよ。それで今は？いいもの売ってるの、ちょっと見に来て。ここが私のブースです。サバイバルブティックよ。私たちが売ってるのは武器でしょ？それからプロテクターとか犯罪が渦巻く現代をサバイバルするための商品です。どうも。それじゃあもう一つだけ、あそこがビンビンに感じちゃうものをお見せするわ。もう完全に行くって感じだから。私が自信を持っておすすめする新製品は、現代にマッチした最新メカの究極のサバイバル用品です。ニュージェネレーションのよ。それがデストロイヤー2000です。あれシリコンよ。デストロイヤー2000があれば、あなたの向かうところに敵はなし。ドティよ、私のトレーナー。ベンチプレスで90キロ上げるの。私の体脂肪を減らそうとしてるんだけど、うまくいかないの。だって私、チーズをこっそり食べてるんだもん。スーツなら目立たないでしょ。 100% 丸ごとお守りします。こんなもの誰が買うの？ちょっと冗談でしょ？ここはロスよ。バカ売れで品切れ状態なんだから。またまた嘘ばっかり。嘘じゃないってば。そんなら言っちゃうけど、スタローンのママなんかプレゼント用に10丁も買ったんだから。またまた嘘ばっかり。スタローンは14丁買ったわ。ザザガボールは1丁でしょ。エヴァも1丁でしょ。もじもじサージちゃん、またな。アークエルセルジュだってば。ちゃんと発音してよ。サージだなんてイボジみたいで嫌だ。